エリエル .77 レディオカワコアクトブレイク。時刻は5時を回りました。ラディオ川越 88.7FM Thanks for listening。 さあゲストコーナーがやってまいりました、はい、では、素敵な可愛い声でゲストのお名前を小林愛沙さんの方からお願いします。はい、今日のゲストはつけ麺ガンジャの大橋秀隆さんです。はい、いやー、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。土曜日の、はい、忙しい時にそうですよね、よく頼みましたね出演をね、有沙さん。はい、ぜひ、はい、いらっしゃっていただきたいと思いまして。やっぱり有沙さんパワーだねよろしくお願いします。あ、以前番組のあのスポンサーさん、はい、ね、はい、ですよね。はい、あの、はい、トークトークも、はい、あの来月からもまた。あ、そうなんですか、はい、あ、この場をちょっとお借りして、はい、秀隆ありが、あ、秀隆ね、おはし、おはし秀隆さんありがとうございますありがとうございます、よろしくお願いします。いや、心強いよね。もうガンジャ知らない人いませんから。いませんよね、川越のみならず。本当ですよ、全国でも。はい、そのラーメン屋さんがこの番組のスポンサーになっていただける、なってくれてた。もう、はい、これからもよろしくお願いしますということで。これは何、二人はそのただのそういう関係じゃないよね。はい、もともとどういうお知り合いなんですか二人。どういうお知り合いっていうのは、私は以前、うん、あの開店してからちょっとの頃から食べに行って。ワンダさんが、はい、食べに行って。でも開店されたの2000年ですよ。はい、もう今から23年前よ。はい、その子行ってたの。行ってました。嘘、だってまだ生まれてないじゃん。生まれてないあ、そうなんですか。幼稚園でしたかね。さすがにでもあの大橋さん覚えてないでしょ。それがあの覚えてたんですよ、はい、また本当です、本当です、本当に本当に、はい、どっかで見たことあるなって、はい、あいささん、そうだって、嬉しく、嬉しかったですよね、覚えててくださって。特徴あるもんね、俺も忘れないよ。あ、そうです、そうですか、うん、ありがとうございます。5回やったら4回くらい忘れてるけど1回絶対覚えてるねどういう意味ですかいやいや、でもね、本当に一番忙しい時間に今日いるじゃないですか、はい、ありがとうございます。もう、いやいや、とんでもないです、よろしくお願いします。でね、今日格好がね、あの、はい、これなんか川越祭りの前兆かなっていうぐらいに、なんかそれ、はい、ハッピー、そうですね、これそのまま仕事終わってきたんで、はい。いや、その中 の、 その白いのがよくあのラーメン屋さんで、ね、とか料理屋さんで見る、はい、まあ、カッポギーみたいな、はい、カッポギーじゃないですよね、カッポギーみたいな。ちゃんとしたお名前教えてください。濃口シャツですかね、はい、なんですか濃口シャツ。濃、はい、口シャツって祭りの時によく濃口シャツって知らない、知らないですか。夏祭りの時とか着てますよね、濃口シャツ。え、どういう感じ書くんですか、濃い口シャツって。漢字はわかる？鯉はあの魚の鯉です。あ、あの鯉、うん、はい、それで、はい、口は口ですね。口。鯉口シャツ。はい。あ、そ、なんで鯉なんだろう。なぜかって調べたことないですが、夏祭りの時に皆さん着てらっしゃいますよ。おばさんご存知ですか。なんでちょっとね、わかんないですけどね。わかんないですか。はいはい、ここで終わりました。はい。次、はい、の話に行きましょう。ちょっと間違ったこと言っちゃう。かっこいい。はい。いやね。あのね、あの一番最初お会いした時はマスクだったんですけど、ちょっとマスク外されて、はい、いやちょっとイギリスのねジェントルマン僕をね彷彿させましたね、ほんとマジで。はい、すごいです。小林さん昔俳優でやろうと思ったことあるでしょ。いやいや、全然ないです、全くないです。モデル、はい、いやいや、ないです、ないです。ギャング、ギャングいや、それもないです。ヒゲもね、綺麗、はい、これでもうトレードマークですか。そうですね、剃ってないですね、はい。あ、これあの例えば2000年にガンジャーオープンされてからずっとそのありますね、はい、鼻ひげっていうんですかね、これ、うん、もうトレードマークみたいな。トレードマークか分かんないですけど剃ってはいないですね、うん、はい。いやでもね、あの艶もねやっぱりあるしね、なんかこう、はい、なんだろう、ラーメン屋さんってやっぱあのどう見ても大変な仕事じゃない。大変ですよね。でも目の前に大橋さんがいるとなんか、はい、
言わないと何屋さんですかってなんか疑問が湧くぐらいちょっとラーメン屋さんに見えませんよね言われません？そう、そんなことないですけどね、はい。いやでも髪型もきちっとされて、うん、かっこいいですよね。そう、僕なんかちょっと本当にそのイギリスのなんかね、あのなんていうの、ジェントルマンにね、あの冗談抜きで見えちゃうんですよ。はい、うん、まあでもね、職人さんですから。そうですよね。あまりと怒られると思ういつ本題行くんだ怒られちゃいますよ。4曲用意してんだけど、どこのタイミングで曲紹介すればいいのかな。うちの店の紹介はどこでしてくれるのかな。さっきから聞いてるけど、なんか無駄な話ばっかりしてみたいな。そんなことないですよ。今心の内を読んだから。ね、では早速ね、今日はね、はい、やっぱこのコーナー何が楽しみかってリスナーもそうなんだけど。はい。ゲストの方がいろんなゲストが来て、それ曲を選んでかけてくれて、さらにイントロ紹介と、うん、ね、なぜこの曲を選んでくれたかっていうのを説明してくれるから、もうラジオではものすごい美味しい、もう時間帯なの、はい、それで見てるのも大橋さんの曲紹介なら任せろよっていう顔されてません俺はラーメンだけじゃないぞと。ラーメンさんの時もすごい素敵ですけどね。そうだから、ちょっとね、今日ね、あの初めてね、はい、あの大橋さんの声聞く人多いと思うんですよ、はい、ラーメンは食べたことあ食べたことあるんだけど、秀隆さんの声聞いたことないって、そういう方もいると思いますから、はい、ちょっとイギリスの貴公子っぽく、はい、なんか患者さんってそんな素敵な声だったんですねってうなずけるような、はい、ちょっとプレッシャーあれですかね、かけすぎですかね。かかってますね。ちなみにイントロってこれ、あの大橋さん、イントロとか測ってますかね。イントロ1曲目測ってない。イントロ何秒あるんですかこれ。イントロってあの曲に入る前に30秒あるんですよ、はい、できればその30秒使ってなんか、あの、まあ、なんか言ってもらいたいなやつなんですけど。そうなんですか、はい。時間制限あると分かんなかったら、終わってからなんかその曲について書いてあるか、もちろんその後で聞くんですけど、ちょっと30秒でちょっとなんか、あの、なんでしょうね、いきなり最後の土曜日なので、いきなり滑ったらまずいな、はい、もう全然大丈夫ですか。曲のことについて言えばいいんですか。それはアウトロで聞きますから。イントロ紹介、イントロ紹介、イントロ紹介ですよ、まあ、ラーメンで言ったらなんかいらっしゃいみたいな、そこから始まってる番組ですね、これ行きましょうか。はいはい、ラーメンのことでもいいですよ、ね、もうラーメンことで、はい、ラーメンは何本って答え、な、あの、どうやって答えますかって、うん、1本2本と思ってるでしょ、麺は違うんですよみたいな、1麺2麺3麺って読むんですよとか、そんな感じですもっと難しくなった難しくなった, なったあ、じゃあ好き、川越についてでもいいです。川越についてでもいいし、あの、何でもいいし、奥様についてでもいや奥様ちょっとプライバシーがあのあれだから、いろいろ、なんでしょう、まあ、もう楽しみながらやりましょうよ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあひでちゃん行くじゃあ行こう、はい、ですね、僕の大好きなスケートボードのビデオ、チェリーっていう曲、あのビデオが出てんですけど、そのこのイントロでかかる曲なんで、これ最初に聞いてみんなで盛り上がっていけたらなと思います。お願いします。Radio Cowboy After the Break。We got a special guest from つけ麺 number one in the world、 ガンジャ秀隆大橋、 Yo man Yo Welcome man ちょっとフォロー乗ってきます、ファンしか言って乗ってきます、ていうかファンに怒られるよお前ガンジャの大橋さんにマンとか言ってよこいつとかってこれ意外とこう、なんかちょっとこうヒップホップ系ですもんね、はい、そうですね、聞くんですか。聞きますね、はい、意外だな、なんかもっと真面目でね、ちょっとこう演歌が来るかなと思ったけどもこれいつ頃、このスケボーの、そうですね、これはあの2014年ぐらいにスケートボードの DVD で使われた曲なんですけど、はい、ちょうどガンジャーオープンされて10年後ですね、はい、うん、でもこれ出たのは90年代最初の頃 で、はい、で僕はそれリアルタイムで聞いてまして、でそれがまたあのオープニングで使われてたから、はい、すごい懐かしいなと思いながら、うん、かっこいいなって改めて思って。じゃあ大橋さんスケボーやるんですか。スケボーはね、あの移動でちょっと乗ったりします。
はい、かっこいいわね。かっこいいですよね。もしかして出前もやったことあるのか。スケボーそれはないですけど。ですか、はい、実は私スケボー姿見たことあるんですよ。見ちゃいけないとこ見ちゃった。見ちゃいけないところ見ちゃった。あれお店でしょ。それは見られたくないでしょ。マジでじゃないですか。マジで夏祭りの時です。いやいやいや、それはもうやめよう。やめよう。ここではやめよう。やめようときた。もうゲストから NG が出た。相当ねやばい話なんだ。もうやめとこ。やばい話なんですね。やめときます。やめとこ。いろいろもうだって今もうナンバーワンだからもう。いやもうね今年に、ね、なってね本当川越って各局からテレビ注目されて、はい、今年ね川越来ますよ。その中でもガンジャさん絶対出るんだよ。でももちろんその前から有名なんだけど、ね、さらに、うん、いや食べたい川越行きたいって方すごい増えたと思う。もう新年早々。そうですよね、増えましたよね。どうします。今度もう今でも忙しいのに。そうですね。いやいや、ありがたい話だと思ってます、はい、ちょっと川越だけじゃないんですよ。これ全部で埼玉県内に今9店舗ね、はい、で、近々で去年の12月にこの東上線の若葉駅前の商業施設若葉パーク内に、これあえてこう横文字なんですね。これガンジャラーメンオープン。はい、聞いてるかい。はい、聞いてます。聞いて原稿を読んでるけどあえて僕ら声に出せない。ガンジャラーメン。ガンジャラーメン。ここはね、はい、何が違うかって言ったら創業した時の味をこのガンジャの味を再現してるのがここなんですよ。創業の味ですね。そう、商業施設若葉ウォーク内にあるガンジャラーメン。はい、フードコートの中に。そう、はい、フードコートのラーメンってのは美味しいんですよ。美味しいんですよね。どんなものなんじゃない。その中でやっぱりね、はい、ラーメンが食べられるといいんだよ。食べられるといいですよね、うん、都内にもありますよね、フードコートの中に。お台場。お台場、はいはい、あれフードコートっていうかもうラーメン店がいっぱいあの入ってる。ああ、ね、そうですね。フードコートではないのね、はい、横浜はフードコートです。横浜でしたね、はい、失礼いたしました。横浜これ新横浜ラーメン博物館、これもみんな知ってるとこだもん。だってそうですよね。ここも何度も行きましょう、うん、こう有名ですもんね、うん、これ2010年に、出店ですか。はい、これ何年くらいいたんですか。横浜4年半ぐらいですかね。あ、はい、でもこれは、はい、ラーメン博物館だからそれこそもう本当にあの吟味の吟味を重ねた上で出店お願いしますから、これ栄誉なことですよね。そうですね、ここに出せるっつうの、はい、そうですよね。すごいよ、うん、全国から集まってるんですからね。そうだよ、ここもだってあの本当なんつうの、登竜門っていうか、うん、新横浜あー、はあ、ラーメン博物館。そこ何年やられてたんですか。今さっき答えたよ。4年。かにこの小林愛沙さんが頭の中で今日の晩御飯ピラフにしようかツバゲにしようかって考えてラーメンラーメン屋さんなのにラーメンじゃなくて今日あの実はね、あの大橋さん2人でね、まあ、番組終わったらこのもうつけ麺のガンジャさんは閉まってるんで、はい、この時間帯はあのメガガンジャ、メガガンジャに行こうかなと思ってるんですけど、はいはい、どうですか。大丈夫ですか、ボリュームありますよ。いや、いいです、2人とも若いですもんまだそうですね、はい。なんか大橋さんのあのあれできたんですけど得点ありますかね、なんかキャベツ1枚増えるとかなんか言っときますよでもね、はい、もうこれだけね埼玉県内に9店舗で、で東京3つじゃない、池袋お台場になります。これ一人でよく、ま、回れますね。まあ経営者でもありますけども。そうですね、まあうん、店回ったりとか見回ったりとか全くしてないんで、その店の、まあ、店長たちに任せて、信頼して任せて、はい、でも抜き打ちとかないんですか。抜き打ちでこうしてないですね。なんかそう気になりません、ちゃんと僕の教えたものやってるかって。そうなんですけど、まあしなくて信頼しちゃった方が、みんなやっぱ一生懸命やってくれてるんで。うわ、そう、信頼されてますね、従業員ことね、店長ね。そうですよね、なかなかいませんよね。ちょっと心配で見に行っちゃったりしますよね。うん、それが全くないんですから、もう信頼してるっていうことで。でもね、多分その前にその店長になるとか、そのラーメン直接作れるようになるまでに相当厳しい修行があるんじゃないかな、大橋さんの元で。それをクリアしたからこそ信頼してるんじゃないですか。まあ厳しいかどうかあれですけど、しっかり本店にみんな入って、うん、まあ、僕と一緒に仕事して、うん、はい、それでいろんなことを教えて、まあ、味のことですけど、うん、はい、だから
だいぶ僕の考えがみんなに入ってるかなとは思ってます。その考えの中の一つって何ですかね。まあ言える範囲でいいですよ。まあとにかく味ですよね。うちはとにかく味に対するこだわりを持って、はい、そうですね、お客さんをたくさん売るっていう数字っていうか売り上げよりは、うん、やっぱり味を大切にして やっていこうってことで、はい、あともう一つなんか厳しい、なんかそのなんでしょう、お客さんに対してのその礼儀とかなんかそういうのってあるんですか、厳しいところっていうの出し方とか、うん、まあそれは最低限お客さんに対してはやっぱり挨拶的なことはねありますけど、そんなに、はい、まず味ですか、まずは自分の味をしっかり作って出していこうっていうところをみんなに、はい、言ってます。どれぐらいその大橋さんのとこに行ってそのあの本店で修行したら店を任せてもらえるんですか、はい、早い人で。まあでも僕と一緒に1年2年やってくれれば、あ、はい、そんなもので大体その短期間でいいんですか。はい、大体伝わります、言いたいことは。はい、でその方がもしね、いやあの大橋さん実は自分であの、なんかもう独立したいんですけどっていう人も出てきません。そうですね、今はまあその独立っていうよりは、うん、会社を大きくしていこうみたいな、うん、あのガンジャという、まあ、つけ麺ラーメンを広めていこうっていう子たちがやっぱり多いんで、はい、よかったですね、はい、それで、まあ、じゃあみんなで頑張ろうかみたいな感じですかね、うん。でもね、これ柔らかく喋ってますけども、はい、怒ったら怖そうですよね。あいささん前怒られたことあるんでしょ。なんで前髪自分で切るんだって怒られたって言ってたじゃん。ないですよ。ない。でも怒ったらやっぱりそれは職人さんだから怖いよね。どうなんでしょう。そうですけども怒んないですけどね。怒ったらだって終わっちゃうんで。もうはあ、じゃあ新しいなんか語録が出たぞ。はい、怒ったら終わっちゃう。ちょっと引き掛かり書いておいて。はい、書いておきますね。バイガンジャ。はい、怒ったら終わり。やっぱそれはもう雰囲気がもう台無しになるっていうか、へこむからですかね、怒られた人。そうですよね、はい。うん、でそんなやっぱり柔らかい口調でおっしゃるんですか。そうですね、割とみんな、うん、まあみんなどう思ってるか分かんないですけど、うん、僕は割とフレンドリーに、はい、あんまり上下関係とかも、あんまりいらないかなって思ってます。お店、上関係ない。あ、お店にいた感じではそうな感じが、はい、見受けられますよ。お客さんと会話ってあるんですか。まあしますね。はい。あ、全部ないってことないんですね。え？ないってことはないですね。ないってことはないです。はい。今のえーっていうの怖かったよね。ちょっといきなり今ねどっかでね本音をね引き出そうとやってたらね出た出た。ちょっとなんか聞いてくれる、僕に真似するから。ちょっと聞いてくれる。真似するから。はい。で、あか、お客さんとはどうなんですかね。え、そんな感じだしでしょ。いやでもね、はい、あの厳しくてもいいですよ。あれだけ美味しいものをこの2000年もう23年か、うんうん、あの、はい、川越の駅前に、はい、この変わらない味を出し続けてくれたっていうのが、これはもう、はい、ラーメン好きはもうもちろんだけども、ね、ファンの方はこれだけでも、いやもう大橋さん厳しくてもいいよ、うん、美味しいラーメンだけ食べてくれる、こういうあれでしょうね、声でしょうね、お客さんのね。まあそうなんですかね、接客はそんなに自分も得意じゃないんで、うん、はい、もう厳しいよね、同じ足を出し続けるっていうのは。もう一回こうちょっとこう折れたってことないんですか。もうちょっと俺厳しいな。あ、まあそうですね、ブームっていうのもあったりとかして。ありますもんね。はい、まあ周りがどん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 味が濃くなってた時もあったんですよ、濃厚濃厚ってブームで。ありました、ね、都内を中心に。ありました。その時とかはちょっとまあ、うん、一瞬迷いましたけど、変えようかな。まあでもまあ自分の味これでやってきたから、うん、それをずっと、はい、それで行こうってことで迷わず今に、はい、至ってます。その真面目さっていうか、はい、本気のところが。そうですよね、今に至ってんだね。はい、なんか曲行く前に有田さん、はい、行きましょうか。なんか一言、一つ質問。あ、はい、まだ食べたことない方もいらっしゃるとは思うんですよね、うん、全国的に今ラジオ聞いてらっしゃるので、どんな味で、あのベースは何を使っているのか、そうね、その辺のレシピというか。全く知らない人いるもん、ね、はい、を紹介していただけますか。つけ麺はですね、はい、あの魚介豚骨っていう、まあ、スープジャンルで言うとそうなるんですけど、うん、豚骨を煮込んでまして、豚骨は別に和風だしを
作って、ほう、豚骨と魚介のまあダブルスープみたいなことですね。魚介豚骨別々で、はい、煮出す時間が全然違うんで、和風だしは早いんで2時間ぐらいで取れるんですけど、豚骨はやっぱもう15時間ぐらいかかるでしょうね。かかるんで別々に煮て最後にまあ合わせるっていう、その合わせの割合がまたこれ、まあもちろんあの極秘ですけども難しいでしょ、はい、それは難しいですね。そうですよね、もう職人さんですよね。全然変わるんで、変わりますね、割合によって、はい、そうなんだ、僕は豚骨プラスその魚介なんだね。そうですよね、そこが美味しいんです。いや分かるなって言いながら、高さんなんで食べてないの。いや実はね、過去に何度かね入ろうと思ったことあるんですよ。はい、だけどね、いつもね、大橋さん列ができてて。そうですよね、長い列が出てくる。俺一回モナポケットからパッと見せて、俺こういうもんだけどって言ったらパスモだったからね。入れなかった。何の意味もなかったもん。なんかそれぐらい出して入りたいっていう時あったよ。あ、うわこんなに並んでる、ちょっと諦めようかなと思って。皆さん待つんですよ、やっぱり。椅子もありますもんね。ありますね、待つ時に。はい、うん、あれやっぱ中から外、あ、並んでるなって見えるでしょ。そうですね、見えますね。その時なんかこうペースを変えるとかあるんですか。ちょっとこう長いしてる時に、ちょっとあれ長いな、なんか水ばっか飲んでんじゃないとか、なんか手こいみたいな。何ですか。なくはないですけど、言えないですよね。そういうの俺役実は与えてくんないかな、上手なんだよね。高さんやるんですか。やる。俺そういうキャラがどん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 、あのこう、あの帰ってくださいっていうの今得意だから。え、帰ってくださいって言っちゃダメじゃないですか。いや言わないから、はい、そこ俺の秘伝だけど教えられないけど。秘伝なんですか。あるんだコツが、そういうの。それはあのガンジャのおやさんが言わないのと一緒で、俺も言わない。言わないんですか。今日ですね、つけ麺ガンジャの大橋秀高さんをあのゲストに、来てもらってます。では1曲目はこの、サイプレスヒルの I wanna get high でした。2曲目もって洋楽ですか。これはね、うん、あの違います。名前はね洋楽っぽいんですけど、はい、はい、日本人です。お、はい、じゃこれもイントロ短いですもんね。短いでしょ。10秒、うん、じゃあいらっしゃいってその実際お店でやっぱいらっしゃいって言うんでしょ。言ってます、言ってます。あ、じゃあその声と曲紹介をちょっと、本物の本時にやってるような声のいらっしゃいと。本当ですか、本当に。いやいや、だって今日だって北海道で聞いてる方もいらっしゃいますから、じゃあ今日これぐらいじゃないですか、川越に。せめてガンザの大橋さんのいらっしゃいを聞いてからちょっと楽しみに行きますっていう方多いと思うんですよ。あ、もうメール来てますね。ぜひいらっしゃいやってくださいっていうのは。本当ですか。いや、半分本当で半分嘘ですけど。ではでは、あのいらっしゃいで、あの曲紹介。普段の通り、はいはい、ね、はい、はい、ではお願いします。言っちゃいますよ。はいはい、いらっしゃいませ。ヌジャベスフェザーお願いします。Hey yo, ramen.つけ麺、ガンジャラーメン、ヒデタカ大橋、ニュージャベースフェダー。でもこの曲は英語の曲でしたよ、大橋さん。そうですね、はい、日本の何のあれもなかったですけど、どういうことですかこれ。あのトラック作ってる人なんで、ヌジャベスって。あ、ヌジャベスさんがトラック作ってるんですね、はい、ラップしたのはフューチャリングなんですけど、はい、あのこれアルファベットで逆から読むとセバジュンっていう、ちょっと待ってください、セバジュンさんなんですよ。NUJUBS 逆から読むとセバジュン、はい、そうです、その方が、はい、あ、面白い。そうなんだ、これどこで出会ったんですか。これはですね、あの僕、うちの従業員で、あの僕とあの音楽のセンスとか、あの洋服の趣味とかすごく合う従業員がいるんですけど、はい、その彼に教えてもらって、はい、最初に聞いてもすごい好きになりました。でまあ今日あれなんですけど、その彼がちょっと最近バイクで大きな事故を起こしまして、はい、でつい先日退院してきた。あ、よかった。まあそれもあってちょっとそれで聞いてもらいたいなって思って。聞いてくれてるんですか。聞いてくれてると思います。はい、それで選びました。よかったですね。でもね、迷わったです、本当に良かったです。
はい、じゃあ大橋さんって結構そのラップ系っていうかちょっとあれですね、なんて言うんだよ、ヒップホップ、うん、はい、ですか。そうですね、スケボーといい、はい、それでガンジャのラーメン、ちょっとなんとなく分かるようで、どう有沙さん。いや、ヒップホップ好きっていうのは私は知っていたので、うんうん、ラーメンとつながるかということですか、じゃなく雰囲気、雰囲気、雰囲気、うんうんうん、これなんか職人さんでしょって前から聞いてたから今日お見えになる前に、はい、ああそうですね、こう和の人かなと思ったけど、はい、洋ですね。そんなこともないんですけどね、まあお店も和ですし、まあもちろん和ですけど、なんかここは僕は和だよってのあります？和、うん、和、例えばあの和食好きです。あ、全然食事和食好きです。でもラーメンとか食べないんですか？食べます、食べます、よそのお店行って食べたりとか。あ、そうなんです、うん、自分では作んないですか、はい、自宅では。そうなんですよ、作んないですね。さすがそれはちょっと、はい、でもいろんなとこ行かれたんでしょ、研究するために。行きました行きました、はい、とにかくお店始める前とか本当に行きました。今もまあ行ってますけど。今も行ってますか、はい、あれですか、全国ですか。そうですね、全国コントエリアだけじゃなくて、はいはい、古くからやってるお店とか、うん、そういうの中心に。それやっぱりその味を見て、はい、味わって、なるほど、こういうものを自分のところで出したいなっていうことですね。長く続く理由は何なのかとか、そういうのを勉強しに、はい、大事なことですもんね。でもそういう時自分がそのラーメン屋さんやってるってことは明かさないんでしょ。そうですね、はい、また眼光鋭く見てるんでしょうね。いや、愛沙さんが、ね、言ってたから、はい、いや、ガンジャのね、大橋さんは眼光鋭いでしょって。高さん、サングラス持ってきてくださいって持ってこなかったの。確かに柔らかいお顔つきなんだけども、瞬間っていう時のその眼光が今ね、これ6階のスタジオから鳥が3羽飛んでたんだけど、1羽いなくなっちゃったよ。光線でやられちゃったんじゃない。やられちゃったんですか。もう本当職人という、はい、目になるんですよ。職人さんじゃないとこう長くできないもんだって。そうですよね、同じ味だよ、うん、その月1回毎日だから、定休日以外。 それも9店舗で、東京3店舗で12ね、はい、さらに今度また増やそうっていう思いがあるわけだから、うん、そりゃもう職人じゃないと務まんないでしょ。そうですね、はい、うん、今なんかやっぱりいや今若手の有望なのがちょっと 2,3 人いるから助かってますってのあるんですか。いや、これだったら任せてもいいなみたいな。そうですね、お話っていうか出店の話っていうのは、まあ、常に来てますし、常にですか。基本的にこだわってることの方が多いんで。こだわってる、はい、それはやっぱりもう回らないからですか。そういうことじゃ ないんですけど、うん、やっぱりある程度しっかり場所も見込めるところで やっていかなきゃいけないし、まあ、人もそれに任せられる人もいないとやっぱ出したくはないので、はい、まあ、厳選してやってますね。そのこの店をどん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 増やしていくっていうことは、究極のその目標は何なんですか。まあやっぱりつけ麺を広めたいってことですかね。つけ麺を広めたい、はい、いろんな方に食べていただきたいということですね。まあ場所もそうですね、今高速道路のサービスエリアとか ありますもんね。駅の構内ですとか。駅はどこですか、構内は。構内は川越駅です。川越駅、はい、あれあそこのホームのとこ。そうですそうです。あ、なんだ、はい、そうです。なんかあの看板って地味じゃないですか。うん、そうですね、はい、もっとこうガンジャっていう色変えとか。地味だよね、色は。まあ、でも本店もそうですよね、まあ、和ですよね、派手というよりは、はい、うん、そうなの、はい、あれあそこガンジャさんだったんだ。はい、そうですね。そんなもんだよね、駅の中でもね、ホームでも食べれるんですもんね。そうです、はい、そう、うん、で競合店がほら向こう側のホームにはね、蕎麦屋さん、蕎麦屋さんが、はいはい、ありますね。あそこも結構ね、美味しい。何を言ってんだ。いやいや、美味しいですよ。蕎麦屋さんのゲストが来てるの、蕎麦屋さんが美味しいですよ。食べましょうね。じゃあ有沙さん、はい、ガンジャさん今まで、ネットとかで買ったりすることはできないんでしょうか。あ、ラーメン自体を、もし例えば通販ですよね。通販ですね、はい、それはやってます、はい、
そちらちょっと教えていただけますか。はい、はい、まあ、お店と同じつけ麺をそのまま冷凍かけてまして、はい、はい、それを、まあ、今楽天さんで売ってらっしゃるんですか。で、はい、はい、売ってますね。はい、買えます、同じ味で。そうすると、あの川越近くじゃなくても全国食べれますもんね。全国に発送してます。皆さん、お聞きになっているリスナーの皆さんも、はい、はい、通販で買えるっていうことで、楽天さんから入ればいいんだ。はい、はい、ね、楽天さん検索でガンジャさんを検索していただければ。そうですね、まあ、お店のホームページからも通販のところがあるので、あ、どちらからでも買えるんですね。どちらからでも行けます。あのちょっとね、打ち合わせの時にお伺いしたんですけどね、はい、やっぱりつけ麺って最初はやっぱりこう普及率が低かったんですよね。そうですね、川越で始めた時はもう誰も知らなかったですね。みんなやっぱラーメンっていうとそのつけるんじゃなくて、まあお蕎麦だったらねこうつけるんだけど、はい、つけるんだけど、やっぱ普通ラーメンってこう丼に入って汁と一緒になってるのが普通じゃない。そうですね。だからつけ麺ってなっちゃったんですかね。なんかちょっとやっぱりみんなわからなくて。それ全国的にどうだったんですか、はい、つけ麺もブームも。あ、全然まだブームになる前で。なる前ですか。はい、東池袋に大正軒っていう、あ、有名なね、有名なお店がまあいましたけど、うんうん、はい、川越とかでは本当に全然まだ知られてなかったですね。意外とだからそれでみんなこう、いや食べてみようって一気に増えるもんじゃないんですね。そうじゃないですね、もう、はい、厳しいな皆さん。うん、僕だったらね、つけ麺どんなのに行ってみようと思うけどね。なんかつけ麺やっぱ食べてもらいたいから、うちラーメンもあるんですけど、ラーメンは数少なくして、まあ、売り切れたら売り切れてつけ麺をと思ったんですけど、つけ麺しかないなら帰るとか、そういう感じでしたね最初は。そんな人いたんですか。いっぱいいました、はい、ーラーメンがないって言って、じゃあ帰るって言って、まあ、食べてもらいたいのはつけ麺だったんですけど、はい、じゃあ俺やっぱその役今度は引き受けるよあのさラーメンってそんなね浅いもんじゃないんだよつけ麺食べなきゃラーメン食べなくていいよとか言えないですよ。そういう俺イケメンだけどさ君もよく見たらイケメンじゃない、もう一回入り直そうぜそんな役どうでしょうか。はい、いや言ってくれるならありがたいですけど高江川さんがでもやっぱそんなあるでしょうね、ちょっと興味あるんだけどちょっとやっぱり、うん、最初一番最初に食べるときは何でもそうじゃないですか。そう、やっぱりどっからそのやっぱ変わってきたな、頼みようになったなっていうのは何かありました、きっかけっていうか流れみたいなの。やっぱりあれですかね、ラーメンフリークの方たちっていうか、いわゆるオタクの本当にラーメンを食べてる方たちがやっぱ東京から来られて、でまあここは本当に美味しいみたいなことで来ましたね、言ってくれたらまたそれを聞いてみんな来て、それでまあ雑誌に載ったりとかテレビに出たりとかして、その時に一気に来ましたね。一回のテレビ番組やりましたもんね、はい、ラーメンの修行の番組とかね、いっぱいありましたね。あの頃ね、はい、佐野さんとかさ、あれ醤油ラーメンかな。でもやっぱりね、そうはいうものやっぱり現場は相当厳しいと思いますよ。仕込みから作ってまた接客もしなきゃいけないし、まあ最低限のこと、はい、やっぱりお客さんのその食べた後の顔って見るもんですかね。見ますね、はい、あと残したかどうか。そうですね、カウンターなんでよく見えるんで、はい、それは気にしてます。あの最後に、うん、だし汁って何ですか、はい、麺の、うん、茹でたつゆ、はい、をいただくタイミングってどういうタイミングでいただいたらいいんでしょう。あれはやっぱり全部麺食べてもらって、はい、それでちょっと飲むには濃いなって感じたら、ええ、まあ、だし作ってるんですけど、それ用に、あ、そのだしで薄めて飲むっていう感じですかね。それ用に作ってるんですね。それ用にだし作ってます。これはまた楽しめますね。そのなんかアイスみたいなのって何かあるんですかね、常連さんの。まあ常連さんはやっぱり僕らの動き見て、はい、手の空いた時にスッと入れて、うんうん、スープ割りお願いしますって。あ、スープ？スープ割りっていうんですけど、スープ割り、はい、うん、そのタイミングなんですよね。やっぱ気にする。気にしますね。スープ割りっていうんだって。スープ割り今度言いますちょっといい発音で言える、ね、スープ割りをください何言ってるのか分からなんか女性の店の方もいらっしゃいますね。僕は行列見た時にいました、ね、そうですね、今本店は僕以外は女性ですかね、はい、あれ
そうなんですか、はいはいはい、大丈夫ですか。え、男性って大橋さんだけですか。あの本店はそうですね、はい、ちょっと今一度住所確認しますね。ラーメンはね本当ね深いですもん。これ日本の文化ですから。でましてやこれもう日本を越えてもう海外でもね、はい、今いろんなお店出てます。はい、であのニューヨークなんかね、もうあの大橋小雪さんがいるニューヨークなんかもう2000円3000円、うん、平気で食べてますもんね。そうですよね。それで出しても食べたいってことでしょう。あのこれゴンゾさんは世界にないんですか。そうないですね、はい、今はないです。あ、今はないってことは将来ちょっと、まあ、いつかは、はい、やってみたいと思ってますけど。いつ頃ですか。いやまあ今ちょっとね世界の、はい、あいろいろあるいろいろ大変そうなんであれですけど。そうですよね。ちょっと前まで本当にやりたいなって思ってました。ちなみにごめん、ごめん、ちなみにごめん、はい、どうぞどうぞ、じゃんけんで決める。はい、どうぞ。ちなみにあのまずこの国に1店舗出したいってのあったんですか。あ、最初はサンフランシスコとか。出たー、僕の大のふるさとシスコシスコいいよ。あ、いい、サンフランシスコ狙ってたんですか。いいなって思ってまして。いいですよ、はい、いいですよね。ラーメンはいっぱいあるんですけど、本物のつけ麺っていうのはあんまりないのかなと思ったんで、はい、つけ麺を、ね、あの落ち着いたら世界情勢がやってもらいたいですね。あのケーブルカーから降りて、このあのガンジャラーメン、あの僕ねこの、はい、東あの東上線の若葉駅前のこの商業施設の若葉パークのにある、はい、ガンジャラーメンとか横文字なんだけど、これがね例えばシスコにオープンすると、はい、ちょっとパッと見忍者に見えるんだ。あ、見えますね。で忍者とか好きな人結構いるんですよ、特にアメリカ人とか、はい、うん、でそれに引っ掛けて、あ、忍者ラーメンじゃないか、いやガンジャで多分同じだよつって入る人いると思いますよ。うん、パッと見た感じそうですね。おお、ガンジャ、忍者ガンジャ。そういえば大橋さんとなんか忍者っぽいとこもありますもん。まあ、ある意味だからあの美味しいラーメンを出せるってのはやっぱ忍者じゃないですか。忍法、うん、教えられないんだけど編み出したわけじゃん。そういう意味でもやっぱ忍者だよね。そうですよね、うん、このコメントに対して評価はちょっとどこで突っ込めばいいのかなってどこでも大丈夫です、いやさすがですねって来るかなと思ったけど、やっぱりっていう眼光だってでもお休みは日曜日だけなんですね今。そうですね、僕は、はい、好きでやってるんで自分が、はい、体でも年々だんだんやっぱりまあね、あの 2000年にオープンした時と比べれば。そうですね、ちょっとやっぱ立ちっぱなしの仕事なので足腰に結構きますでしょ、はい、そうですね。なんかご自身でこうジョギングしたりとか体鍛えてるんですか。あ、たまにやっぱりジョギングとかしてますね。でたまに だけですか。あと何もせずに。そうですね、はい、大丈夫なんですか体、はい、仕事しながら。仕事でも結構立ってますからね。結構、それずっとやってれば結構きついよ。慣れます慣れます慣れます、ええ、すぐ慣れます。そうですか、はい、あのちなみにあの洋服から見えないんですけど、あのお腹周りとかはなんかゴボッと出てとかしてます、うん、全然出てますよ。お酒好きですし。あ、はい、そこはやっぱり隠さないんですね。そうですね、仕方ないです。あ、お酒結構行こうですか。それなりに飲んでますね、はい。一個の質問なんですけど、はい、このお酒とつけ麺って合うんですかね。なんか合いそうだと思った今、うん、ちょっと冷や酒じゃないんだけども、あの熱燗までいかないんだけど、ぬる燗ぐらいで合うんじゃないかな。どうですか、うん、合うと思います。やったことないですか。やったこと、まあ家とかでは、はい、僕も出したいんですけどね。ただ、うん、行列がやっぱり。そうですよ、回転がね、回転はある程度やっぱり、と思うとちょっとなかなか出せないんですけどね、うん、いや僕はねやっぱりラーメン屋さんねアルコールはねちょっと出してもらいたくないな、うん、まあ、見ててもなんかこう瓶ビールとかあるとなんかちょっとね、町の中華屋さんだったらいいんですけど、うん、なんかラーメン屋さんだけでやってる人とこは、うん、アルコールない方がいいね。そうですよね、うん、であえてその子供さんが来た時になんかソフトドリンク置いてあると
なんかコーラとかカルピスとかなんか耳聞いただけでちょっとねなんかこう 和の雰囲気が壊れんで僕ね。うーん、ラーメンをラーメン屋さん行ったら今ほら、はい、やれ麺の種類のバリ方だとかなんとかとか、はい、もうね、そうな、ガンジャさんどうなんですか、麺の硬さとかなんかあるんですか。ないです、もう1個だけですね。それが僕ら大好きなんですよ。うん、そうですね。あとなんかなんていうの、まあ有名なとこだったら赤味とかなんか白味とか分かれててね、あそこの有名な一で始まるところ、うん、分かるよね、みんなね、知らない、分かったもうやったらね、そのね麺の硬さとかね聞いてね、のね、僕見て選んでくれるって僕言いたいの。僕見て選んで、僕見てどんな麺がいいかちょっと、あ、タカさん割り方ですねとか、なんか、雰囲気で、雰囲気で、客がさ、あのそれだけなんか面倒くさいの、聞いてるだけで、割り方だとかなんとか、ガジュさんの場合は食券でね、もう簡単にこう、あ、食券なんですか。はい、はい、あれ、なんでまた、うん、まあ今はそっちの方がスムーズですよね。スムーズに行くので、建て替えたんですけどお店、ええ、建て替える前は注文聞いてレジでやってましたけど、いや僕そっちの方がいいなあの食券なんですか。食券です。ちょっと行くの考えてきますね。どうしてですかはい、もうディレクターから、はい、えっていう目がされたんで次の曲いきます。次の曲20秒なんですよ。なんですよなんですよってもうちょっと大丈夫ですよ、もうお腹いっぱいです。あのずいぶん出た、だいたいね、あのゲストでね、たまにねもう3曲目になるとね、え、またですかって顔するんですよね。ずいぶん貴重な体験させてもらったんで本当に、はい、あ、じゃあいつもあの20年前のあのガンジャをその2000年に出した時のあの気持ちっていうあの声でじゃあ曲紹介を若い時の声で、若い時の今ちょっと、あ、そうですね、この何ですかね、でも20年前だとそうですね、そんなことないですよ。いや20年前声変わりますよ。いや同じ20年前にお会いした時同じだった、うん、まあちょっとは違うかもしれませんけどね、でも雰囲気、じゃあもうあのそういうことで、はい、普通にあのなんか言いたいこと言えば、はい、あのおっしゃればいいと思います。ありがとうございます。宣伝では、あ、宣伝でもいいですね、はい、宣伝もちろん、はい、で曲出しますよ、はい、はい、じゃあ曲まずいきましょう、はい、まあ20年ぐらい前から本当に好きな曲で、はい、あのみんなと、あの今はオープン前の仕込みの時に聴いたりしてる曲なんで、はい、それぜひ聴いてもらいたいなと思って、フィリス・ディロンのナイスタイムです。88.7 FM Radio 川越 Talk Talk Radio。 Talk Talk Radio on 88.7 FM Radio 川越。 Tonight Guest つけ麺ガンジャの大橋秀隆さんです。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。いや大橋さん、有沙さん、はい、イントロぴったりね、ぴったりですよ ね、 ですよね、リアないんですよ。すごい、何気なくおっしゃってるの、このイントロにハマっちゃってるっていうあのことが起こってるんですけど、なんか練習してきました全然してないです。マグレです、マグレ、はい、いやそれにしてもすごいですよね。マグレといえどもすごい、大概かぶっちゃうんだけどね、あのボーカルに。そうですよね、ラーメン普段何秒とかで何分とか考えながら上げてるから数字に強いんですかね。そんなことないですよ。 あれタイマーとかあるんですか、ラーメン屋さんは。はい、一応あります。あ、うん、でももうタイマー大橋さんくらいになってもタイマーないんでしょ、うん、大体わかんない。いやいや、そんなこともないですけど、僕まあ麺上げてないんで。あ、はい、あ、そうなんですね。スープやってます。スープの方なんですね、はい、スープ、あ、麺は別なんですね、うん、そうですそうです。いや大概あのこのお店の人が出てくると、はい、まあ、あの店の紹介がもうほとんどなんだけど、今日店の味を紹介しました、はい、でさらにもう一つあのなんか宣伝すると、人が、ま、やっぱりまだ足らない。まあ足らないと言いますか、欲しい、どんどんあのやっぱり出店 していかなきゃいけないので、あ、そしたらやっぱりどんどん、はい、人も、うん、なんかあの募集広告とか出てるんですかね。
特には今出してないんですけど、はい、じゃあどうすればいいんですか。そうですね、店に行けばいいんですか。まあ、あのホームページから何かに連絡があるので、うん、そういうところに問い合わせてもらってもいいですし、また食べに来て、ね、味を知って美味しいっていう方もどんどん募集したいですよね。そうですね、でもどうなんですか、昨今の中若い人がなかなかこう長続きしないっての言われますけど、あの頑丈さんではどうなんですか。若い人、まあ、やっぱりうちは昔みたいにもうちょっと力仕事だったりとか、うん、もう男の人じゃないとできないとか、うん、そういう風には今してなくて、誰でも麺あげたりスープ入れたり、まあ、女性だろうが若いアルバイトだろうが、あのそういう子たちにもどんどんやれるように、あのそんなに難しくしてないと言いますか、どんどんあえてそれでどんどん任せていってるので、はあ、やる気が出ますよね。それでアルバイトたちの子たちもしっかりやってくれるんで、本当に任せられますね今は。やっぱりそうなんだね、あの頭ごなしに、そうですね、あの植え付けていくんじゃなくて、昔みたいに、あんまり強く言わなくても逆に信じてどんどんやらせていくと。うわー、なんかいいこと聞いた。俺もね、今日からね、もうみんな何も言わない、信じてるよ。目が怖い。信じてる。そうなんですよね、だから晩ご飯怒ってどうしてそこに行くんですか。とはいうものの、やっぱりね、厳しい世界だから、はい、やっぱり厳しいよね。味ってそんな気の行で出せないんですから。それはそうですよね。またスープとかはまた別に作ってらっしゃるんですか。その場で作ってらっしゃるんですか。そうですね、スープも、うん、はい、あのお店で合わせてます。合わせてるんですね、はい、ね、もうここまでいったらもうね、もう皆さん、いやちょっと食べたい、まず食べたいですよね。もうラーメンボードになってきましたよ。ラーメンボードモード、あ、モード、ラーメンボードってことか。あいさんラーメン食べるんですか。いただきますよ、はい、今どうなんですか、カロリーって。やっぱり以前やっぱどうとも豚骨って聞くとなんかこうなんか高めのような気がしますけども、そんな低くはないでしょうね。まあ低くはないですね、はい、でもね、昨今女性多いでしょうね、一人でね入る人ね。そうですね、増えました、はい、増えましたよ、最初はね、全くいませんでしたもん。勇気がいりましたけど、今は一人でも入れます。今平気で、僕より遅く来て僕より先に帰りますから。タカさん食べるの遅いですもんね。僕は遅いですよ、あ、麺数えますから1本2本3本とか言って。またつけ麺食べやすいですよね。そうですね、つけ麺はスープも少ないですから、ラーメンほど。で、あれスープが少なかったら足すってことは別料金でしょ。いやいやいや、そのスープ割りっていうさっき言いましたけど、はい、あ、それを、薄めて飲むことは無料ですね、はい、いやいや、その薄める前に、はい、ガブガブ濃いまま飲んじゃったらスープなくなっちゃったんですけど、だったらまた別料金でしょ。そうですね、あんまりいませんけどね、そういう人ね食べてみると分かりますよね、はい、そうですね、はい、多分の残る方が、はい、多いかなって。スープ割りでそのタイミングっていうのが難しいんですよね。気にしますね、あいささんね。はい、気にするね、そのタイミング。気にしますよ、そのタイミングがちょっと。何自分だけいい子なのって言ったの自分のタイミングでいいじゃん自分のタイミングでいいですかね。なんか自分が割って飲みたい時にすいませんつって。うーん、ただつけ麺って飛びません、なんか跳ねません。跳ねます跳ねます、はい、なんかあのエプロンとかあるんですか、ガンジャさん。紙エプロン一応用意してますね。それやっぱり自分からお願いしないとくれないでしょ。いやいや、置いてありますよ、置いてある。あ、置いたんですか、はい、あ、こう飛ぶんだよね。また太麺でツルツルって美味しいですよね。そう、太麺らしいね。うん、やっぱ太麺にこだわるんですか。それはこだわってます、はい、中にでも太麺が食べにくい人いません。まあそれ、そういう人はもう仕方ないっていう考えで。ああ、でも太麺でいくぞと、はい、ええ、やっぱその絡み具合がいいんですか、患者さんのスープに。そうですね、やっぱりそのあと麺の美味しさをやっぱり味わってもらいたいから。そうなんです、もちもちしてるんです、ね、はい、どれぐらいの太麺なの、そのどのぐらいの太麺。ほうとうみたいな太麺。いやいや、そこまでそこまで太くないそこまで太くないねそこまで太くない。でもきしめんを使ってるお店もあるんですよね。
あれなかったでしたっけ。七面鳥みたいなのじゃないじゃない。平打ち麺ですかね。平打ち麺です、はい、あるの、はい、の店舗もあるんですよ。あるんですか。はあ、え、患者さんで、患者さんの店舗、別店舗で、本川越の、あ、本店ではなく、あ、なく、はい、別の、あ、そういうのあんのね。そうなんです、麺の、麺がいろいろと、もともと製麺所をお父様がやられていたので。そう、あ、なるほどね、製麺所経営されてたんですね、両親、ご両親が。はい、じゃあその頃からもう、小さな頃から。そうですね、はい、麺は食べてました。いや、じゃあその頃から いずれはラーメン屋さんやろうと思ってたんですか。いや、それは思ってなかったんですけど、はい。ちなみに何なんかなろうと思ってたんですか。いや、なんだろう、大学行ってとか思ってたんですけどね、うん、大学もちょっと、はい、受験落ちてしまいまして、はい。で、いつからラーメン屋さん、まあ、2000年患者オープンしてますけども、その93年の頃が、93年、弟さんですね、はい、弟さんもやられてらっしゃるんですよね。21歳くらいだったかな、はい。いや、そんな若くして店出したんですか。はい、まあ、ちょっとたまたま父親があの病気になりまして、はい、で、製麺を手伝うことになったんですよ、はい、はい、それで、はい、浪人とかしないでもうすぐ手伝いました、うん、大学行かずに、はい、都合ということ でラーメン屋さんを始めた。それで、まあ、父親が自家製麺の、うん、自家製麺でお店を持ちたいっていうのが、まあ、夢だったみたいで。あ、お父様が、はい、それでその93年にその近くの、はい、住宅街のところで。住宅街ですか。そうですね、7席ぐらいのすごく狭い店なんですけど。7席、うわ、ちっちゃいですね、はい、そこで始めたんですよね。今残念なその店ないんですね。今は、はい、なくなりましたけどね。今そこは何になってるんですか。 そこは何だろう、八百屋さんの駐車場。たまに原点に原点を思い出すっていうことで、はい、上の近くなんでよく通るんでね、あーと思いますよ。あ、なんか思うでしょうね、いやー、これもお父さんも含めて、いや、ここまで大きくなったらもうお喜びでしょう。そうですね、まあ、いや、親孝行の秀隆さんですね。親孝行しましたよね。さらにこれから世界へ向けてね、行かれるわけですから。楽しみですよね。いろんな方に食べていただきたいこの味を、川越。いや、これで一気に今日このガンザのつけ麺はもうこの番組全国で聞けますから、これゴールデンウィークぐらいにちょっと行こうよと。はい、うん、川越も見るとこいっぱいあるから。そうですよね、ね、ガンザで食べようつって、はい、ね、どうですか、ね、はい、ね、うん、来てほしいです。いや、それでぜひ行ってもらいたいよね。ラジオ川越のトークトークラジオ聞いてきましたと。その方に特製つけ麺 の麺を1本だけサービスとか、そうなんですか。1 本そっか。いや、なんかもうこの番組聞いてると今夜もうラーメンにほぼ決まりだ ね、 ね、これ。それか明日、はい、皆さん聞いてらっしゃる方もそう思ってると思いますよ。ラーメンってね、そういうの誘われるんでしょうね。なんか映像見たり聞いてるったりすると、はい、いや、ラーメン食べたくなっちゃったって。食べたいです ね、 ね、はい、今日 メガガンジャ行きましょう。メガガンジャ、はい、ね、あいささんのおごりでね。どうしてですか。いろいろね、これからね、ガンジャさんはね、いろいろあります。だけどちょっと放送では、ね、言えないんですよ。だ、常にこうホームページなどをチェックして、はい、この近々のね、動きをね、うん、見てもらいたいですよね。はい、ぜひ。もう別れの時間なんですけども、ちょっと最後は有沙さんと患者の大橋さんの長い付き合いですので、はい、ちょっとなんか最後に締めの、まあ、やり取りとか、なんかそれがあればいいでしょうね。僕のが新参者なので、はい、今後の患者についてとか、今後の広告も含めて、はい、広告も含めて、うん、もうお二人の、はい、僕はなんかややこしくなってくる。これからどのようなお店の展開をされるっていうことは先ほど伺いましたけど、はい、うん、一番食べていただきたいのはもちろん、うん、つけ麺ですよね。はい、はい、その味っていうのは少しずつ変わってたりするんですか。実はそうですね、はい、はい、変わらない味ってお客さんに言われてますけど、はい、そう言ってもらうために少しずつやっぱり変えてます、うん、その結果変わらない味だねって言ってもらってます。うわ、はい、そうになるんだ。じゃあ有沙さん気がついたんだね。はい、なんか変わったなと、2000年と比べて。ほんと少しずつですけど、さらに美味しくなってる。やはり20年以上も経つと
皆さん自分の舌も変わってくるところはありますし、それを飽きさせない、その味、工夫だね。はい、これはすごい素晴らしいこと。今でも昔でもずっと並んでらっしゃるじゃないですか。なかなかそういうお店ってないと思うんです。少ないよね。はい、こうやってらっしゃるのはもう常に研究をされているんじゃないかなと思いまして。いや、そうでしょうね。やっぱされてるんでしょ。まあ一応はい、やってます。で、今日のテーマ、このあ失敗しちゃったっていうのテーマなんですけど、はい、過去のそのラーメン患者さんで大失敗しちゃったっていうのは何かありますか。失敗、まああまり失敗は失敗と思わないで来てますから、そこがあれなんですけどね。ってことは成功という概念もないですね。まあはい、そうですかね。なんか、うん、どっかの某 DJ と似てますね。あ、そうなんですか。聞いてたんでしょうか。でも今後はやっぱり動きが楽しみですね。やっぱり川越を代表するラーメンつけ麺屋さんなので、やっぱそれだけでもやっぱお客さんに来てもらうってことは、はい、観光地も患者さんからもう観光地すぐ近くなりますから、はい、観光地行った帰りにも寄れるし、まず患者さんで食べて腹ごしらえしてから観光地を回ることもできるし。そうですね。これはもう市長はじめ大喜びでしょう。市長はじめですね。いや、川越も市民の方もそうだけど、やっぱ有名になるのはもうそうですよね。嬉しいですもん。帰りだとまだまだお店がね、売り切れになっちゃうと食べれないので、ぜひ早めか。はい、早めに、うん、営業時間早いんですよね、閉まるのが。そうですね、4時20分ですかね。うわ、早早すぎません。まあでも全部手作りで、はい、具材からやってると。せめて25分とかしてもらえない、ね、4時20分でちょうど夕方晩ご飯でちょっと早くしないと。ちょっと、いやでもどっちかっていうと朝早く並んでる方が多い。え、朝何時からなんですか。11時半です。そう、普通ですもんね。うん、もうその時から並んでらっしゃるので。いやちょっと残念だね。大変なのかな。大変ですよ。何時から仕込みをやるのかと考えたら、ね、寝てる暇もないんじゃないですか。うん、うん、まあ早いですね、寝るのは。何時ぐらいですか、はい、もう9時10時ぐらいにはで起きるのか。6時とかですかね。あ、そんなもんですか。朝、はい、なんか4時5時じゃないんですね。4時5時じゃないですね。まあ今ちょっと製麺は製麺でまた、はい、分けて工場で、自社の工場でやってるので。あ、自社のもう工場があるんですね、はい、昔は早かったですけどね。そこまでビッグになってるんだよ。そうですよね。いや今日はね、僕はあの振り返ってみるとね、今日のゲストコーナー大橋さんのね、この曲紹介、はい、これが不思議と、あのストップウォッチも何も持ってないのに、そうですよね、イントロにはめたっていうのが、いやいや、これ DJ のね、オーディションでもなかなかないですよ。みんなこう測ってピッチリやっていくんだけど、うん、それが何もなしで、もう感覚のストップウォッチですね。もうつけ麺状態だよね。つけ麺状態。つけ麺状態。つけ麺状態。どういうつければ俺の世界みたいな。ああ。このお椀は俺のものだみたいな。なんかちょっと助けてくんない？助け。完全滑ってるし。最後残り時間少なくなってまいりました、はい、本当にあのお忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最後の曲に行く前でですね、ちょっとあの、はい、これをちょっとやりたくなりましたんでお願いします。大橋はラーメンを作る、家族は作った、でも家族同様ラーメンも家族だ。俺は麺だ。ラーメンをこれからも作り続ける。大橋は。大橋さん、ラーメンとは。ラーメンとは人生です。本日はつけ麺ガンジャの大橋秀隆さんでした。ありがとうございました。では最後の曲紹介お願いいたします。今日はあの最後まで聞いてくれてありがとうございます。最後は僕の大好きなブルーハーツのカバーで、三宅洋平 with ウエストランド情熱のバラ、聞いてください。どうも本日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。エリエル .7FM、 エリエル .7FM、 レディオ川越、レディオ川越、トークトーク
Radio